こちらです。やっぱり自分と同じ価値観の人が来てくれた方が嬉しいんですよ。自分と同じ価値観の人が。で、そこで、じゃあ、俺の価値観ってなんだってことになるんです。いいですか？自分の価値観を知らないと、いけない。で、そこで簡単に皆さんが自分の価値観を分かる方法をちょっと教えます。簡単に自分、あ、俺何考えてるんだろう、俺が大事にしてる価値観って何だろう。これ答えはここなんです。こんなやつといるとイラッとするわかります？こんなやつちょっとイラッとするっていうやつを探すと価値観になるんです。うん、こんなこと、うん、こんなやつがいるとイラッとする。例えばですね、これ山下の場合、僕の場合ですよ。僕の場合は時間にルーズなやつってちょっとイラッとするんですよ、うん、ってことは私の価値観は時間を厳守するやつが好きなんだっていうことです。だから中にほら別に5分遅れたって気にしない方もいらっしゃるじゃないですか。僕ちょっとダメなんですよ。なんかもう、自分の会社でちょっと遅刻したけど、おいお前なんで遅刻してきたんだって思っちゃうんです。ってことはもう採用する時点で時間ちゃんと守るやつ入れた方がいいですよね。でも中には別に時間なんてうちそんな気にしない、もうトラクターバリバリ乗れるんだったらそれでいいって言うんだったら、いいいい別に5分ぐらいいいっていう人もいらっしゃるでしょ。っていうふうに自分がイラッとすることをまず挙げるんですよいいですか？で、僕の場合いきますよ。じゃあ仕事が丁寧、これ実は僕イラッとするんですよ。山下さん仕事が丁寧な人って嫌いなの？そうなんすよ、僕雑でもいいから早い人が好きなんですこれちょっと違いますよね。いやいやもう山下さん俺ねもう雑なやつ嫌いなんだよって、丁寧にしたやつ嫌いなんだよって方もいらっしゃいますよね。うん、そんな風にうちの会社は仕事はスピード重視だからねっていう風にやっぱ言わなきゃいけない。うん、多少雑でもスピード重視だよって。でもこの服装で僕も服装はいくらね農家とウェイでも服装ちゃんとしててねっていう風な感じでも、いいどうせ汚れるから服装なんてどうでもいいって、いろいろやっぱり人それぞれ違いますよね。うん、でそんな風にこれが価値観で、もう一個これ僕言葉遣いが丁寧すぎる人って逆に苦手なんですよ。言葉遣いが丁寧すぎると僕ほらせっかちだから、もうタメ口でもいいからもうパンパンパンっていきたいですよね農業現場でですよ、農業現場で、その件に関しましては、先日のあれからどうのこうのっていいからいいからいいからもうやってって、うん、これ僕の価値観です。うん、で次、おとなしい方よりやっぱり活発な、うん、社長次何やればいいんですかなんて、いや人懐っこいやつ結構好きですね。うん、で質問しない人も苦手なんですよね。社長次これどうしてなんですか、理由を教えてくださいって、僕も説明するのが好きなもんだから、説明するのが好きだから、なんか聞いてくるやつっていうの大好きで、逆に言うと聞いてこないやつってなんか興味ないのかなって。うん、そしてここ一番最後、これが苦手なんですよ。仕事ができるがブスッとしているやついません？めちゃめちゃ仕事するんだけど、なんかいつもなんか面白くなさそうな顔してるやつ、なんか仕事頼みたいんだけど、お、なんすかみたいな感じ、オーラ出してるやつ。でもそいつ怒ってないのよ。で仕事頼んだら、おーそうすかいいっすよって言うけど、なんか雰囲気持ってる、雰囲気強すぎるやついるじゃないですか。そういうやつ苦手なんですよね。うん、っていうふうにこれ山下の価値観です。さあぜひ皆さん方もね価値観、うん、やりましょう。